はい、ライブ配信中になりましたね。来ました。これは今流れてるのかな。流れてますね。これかな。で、よいしょ。お、行ったかな。行ってますね、これはね。皆さん、こんばんは。あ、来た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 。こんばんは。ちょっと待って。そっか、これはさっきのテスト用配信の言われなんですね。ん？いや、今普通に言ってるはず。こんばんは。あ、コメントいただいてる。こんばんは。これ繋がってるよね。大丈夫ですよね。なんかね、ちょっと待って。今日ちょっと調子が。勝手が違います。勝手が。よいしょ。これかな？これ。これか。来てます。来てるよね。来てます、来てます。これかな？これで、これ全部そう、皆さんに聞こえてるの知ってますから大丈夫ですよ。これを出しておけばいいのかな。はいはいはい。これで、これかな。これで、ちょっと今、すごい、すごいでしょ、皆さん。おぉ。ね、皆さんね、こうやって教えてくれるの。ね、じゃあ始めましょうか。いいかな。ちょっと待って。これそうだね。音流れてるよね。あ、こっちから流れてる。まあいいや。OK。音大丈夫っすか？音いい感じ？今ね、大丈夫っすね。聞こえてます。ということで、あ、どうもどうも。皆さんこんばんは。ということで、今日はですね、一夜限りの YouTube ライブ配信ということで、皆様、50名近くの皆様に見ていただいてます。すごいです、ね、ありがとうございます。もう今回はね、アーカイブ残さないって決めたんですよ。あ、そうなんですね。はい、ね、ね、残るかもしれない。あ、本当？そうなんですか。わかった。そこら辺は、まあ、これから、そうですね、残らない可能性の方が高いですからね。もう皆さんにこの時間に楽しんでいただこうと。そうですね、この火曜の夜ですよ、はい、夜9時から。すいませんね、こんな時間設定でね。あ、というより今日はですね、この気ままにクラシックギターライブ、私のチャンネルにようこそ2度目のご出演でございます。岡本拓也さんをお呼びして、本日はやってまいりたいと思います。岡本さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。岡本です。いやいやいや、元気ですか？元気です。お久しぶりですね。そうですね、まあ、最近会ってはいましたか？2日ぶりぐらい。そうですね。実は我々土曜日かな。そうですよね、うん、に、まあ、関東の、あるですね、プライベートホールでですね、本当にすごいホールで、はい、ね、とってもギターの響きがいい木組じゃない、なんていうの、木造りの全部木ですよ、ね、うん、板張り木造りのホールでですね、はい、本当にぬくもりあふれる、ホールで、一緒に二重奏をして以来の、あれが 18? あれが18でしたよね、以来の、はい、感動の再会なんですけども、今日はですね、その岡本さんと、まあ、せっかくね、その時にこうデュオとかもやってたんですよ。なので、まあ、ちょっとレパートリーもねあるからっていうんで、まあ、YouTube 配信もせっかくだからね、はい、させていただきましょうかっていうことでですね、割と急遽、はい、ね、割と急遽2日前ぐらいだっけな、 Facebook に投稿して、あさってライブやりますよとかって皆さん見てくださいとかって言って、だからその直前に決まってるんですよね。そうでしょ。だからコンサートやった流れで、あ、じゃあ配信しとくみたいな感じで、いや、もう心よく引き受けてくださってありがとうございます。せっかくなんで、もうこう年の瀬で、ね、年の瀬でとりあえず年末配信みたいにもなってますかね、これは。内容としては。はいはいはい。もう皆さんとね、この年末を2021年を振り返ると。そうですね。いうことで。2021年。うん。ね、今日はね、俺、Facebook とかに今回は演奏メインですって書いたはずなんだけど、あ、そうなんです。このテンポだとやばくその演奏メインですっていうか、そうそう、演奏を多めにやりますっていう風に書いちゃったんだけど、まあそん
まあ皆さんも分かってくれてると思うんですけど本当に優しい方ばっかりですからね。まあまあインスタライブみたいに時間の制限って YouTube の配信全然ないですよ、うん、もうパソコンが落ちるかカメラが落ちるか俺らが落ちるかどれかでどれかで終わりますんで。そうですね、うん、ですです。じゃあ弾いておきます。はい、はい、早速第、1曲目ですね。はい、じゃあ何を弾く、どうしますか。ソル弾いっとこ。はい、ソルちょっといっとこうか。 OK です。はい、これちょっとだけねリバーブを、ここでも、ね、すごいいい空間なんでこの自然のリバーブでもいいんですけど、ちょっとだけリバーブをかけさせてもらいますね。今日はねクリスマス仕様なんですよ、みんな。そうですね、ね、ではここら辺に行っていいですか。私ちょっとだけ左手見えやすいかな。ここまでいいかな。え？大丈夫ですかね。はい。ちょっと待ってね。曲名一応出しとこう。なんか楽しいね。いいね。いやー小暮さんはやっぱ安定ですね。え？いやいや。なね。本当に皆さんね、毎回見ていただける方、本当にありがとうございます。もう月1で、まあ後でそう、話するけど、はいはい、また話始まっちゃって、3月からかな、うん、今日で13、14、15、16、17、18、19、20、12、で、まあその前に実は1回やってるから、11回目のライブ配信で。次回でじゃあ11年経つというか。初めてから11年ん1年あ、いやいやいや、1年1年経つってことですね。1年経ちますね。2月までやったらね。すごい。そうですよ、ということで、大丈夫かな。いいかな。じゃあまあ有名なねフェルナンド・ソルの、曲で、作品番号39が、これが6つのワルツという二重奏の曲集になっているのかな。でそれの、ナンバー2を演奏したいと思います。これは都庁長かな。そうです、ということです、はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。Thank you.
つって。大丈夫ですかね。行ってる？行ってるって。91人。マジ？ちょっと。マジ？ありがとうございます。いやいやいや。マジか。あのソルの6つのワルツっていう商品なんですよね。これがのそのうちの2番目から幕を開けさせていただきました。はーい。はい。ちょっと待ってね、今、楽譜とね、YouTube をちょっと往復してるんですけど、はい、すごい。皆さん、まあ、ね、この時期になると、あれですよ、今年が終わりますよ。今年終わりますね。なんで話してる？いや、今ね、全然関係ないんだけど、YouTube 開こうとしたら、あ、本田翼が今、生配信やってんじゃんって、ちょっとこっちは気になってしまった。やります、やります。裏番組になってしまった。裏番組重ねて生きてしまった。ごめんなさい。両方は出演できない。テレビ局で。そうですよ。今年もね、いろんなことがありましたけれども。そうですね。たくやくんはどんな一年でした？いや、どうでしょう。こう、留学から帰ってきて、活動できなかったコロナの時期があって、そこからこう、皆様の支えもあって、本当に。立ち直ることが、そして歩き出すことができた一年かなと。なんかかっこいいこと言う、ね、なんかいいこと言いました。今日はありがとうございました。これおしまい。これじゃあ、イエーイ。本当にもう、ね、そんな感じがしました。本当、でもまあやっとこう少しずつね、そのまあ去年1年間のその去年の、はい、2月頃からのね、そのいろんな、なんですか、こうイベントごとが、まあ、自粛期間もありまして、まあ、でもやっとこうね、今この年末になって、ね、まあ、もちろんね、この年末年始はいろいろ人が動いたりするんで、はい、まあ、何が、ね、起こるか分かんないですけれど、まあ、それの中でもこうすごく来年の予定とかもね、ぼちぼちこう お話がいただいたり決まってきたりという中でですね、はいはい、少しずつこうやってね、人様の前で、皆さんの前で、弾かせていただける機会がね増えてきたんで、本当にありがたいんですけど、はい、なんか最近はどういうところで弾いたりしました？最近は、うん、まあ、今月は一緒にね弾いたけど、ソロでやってた。なんかもう過ぎたことがこう、もうね、あ、スケジュール見て、11月がすごくもう本当にもうどれもありがたい本番だったんですけど、最初に京都に行かせていただいて、あ、そうです、はい、西国分寺の泉ホールっていうところ、はい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 、その翌週が浦安でタレがギター借りてて、はい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 、でその翌週は千葉 の美術館でやったんですけど、でそれの前に間挟んでこう兵庫県でレコーディングしたりしてました。あ、レコーディング。それは詳しく聞いていいんですか？なんかまあ秘密。大丈夫です、大丈夫です。あ、本当？レコーディングはなんかどういうギターのソロですか？ギターと歌を、はい、どういうレパートリーですか？ですよね、ダメって言われてなんね。大丈夫だと思うんですけどね。本当？まあ、まあ、ね、あ、そうですね、まあ、ちょっと公開前のは事情もありますから、まあ、ね、奥ゆかしい方がいいんじゃない？そうですね。まだちょっと、お、CD が出るぞみたいなぐらいが。まあでも、まあ、歌とギターと、あったかい感じの、それね、CD1 枚分です、全部多分、だって CD1 枚70何分ですよね、うん、確かそう、そこギリギリに収めた覚えが、あ、本当、ギリギリまで目いっぱい。じゃあ、まあ、確か、来年の中にであればこう出るんじゃないかなって感じ。おー、すごい、それは楽しみですね。小暮さんはどうですか？いや、僕はどうですかね。でもまあ、このさっきもお話しさせていただきましたけど、はい、もうなんか YouTube のね配信をその3月から始めさせていただいて、うん、で、もう最初ね一人でやってたんですよ、はい、で一人でまあ喋って、弾くっていう、ただ本当に気ままに本当に喋って別に本当毎回別にカンペとかはないんで、はい、話すことも特に、まあ、なんか皆さんのこうと絡んでいただいてね喋ってるだけなんですけど、でそれでまあね月一でなんとか頑張らせていただいて、すごいですよね、3月からできたっていうのはすごく僕の中ではなんていうのかな、こうお客様にこうすごくね、いろいろこう夏とかはリアルでこう地方でね、東京以外のところでも演奏させていただいたりしたんですけど、あ、 YouTube 見てますよとかって言ってくださる方が増えましてですね、うん、それ本当にありがたいなということで、まあ、もちろんやっぱり、まあ、何回もこれ言うんですけど、
あの YouTube じゃないですか、はい、だから音クラシックギターの音色っていうのはね、これ皆さん見ていただきながら本当に申し訳ないんだけど、こうじゃなく、これじゃないんですよ。やっぱ生の音を本当は聞いてほしいんですけど、まあ、でもそのそうそう、それはもちろんね、もあの機材とかもちゃんとこだわってお伝えできるようにするんだけど、でも僕のそのあの本心というのはね、ギターをご自宅でまず楽しんでいただくというのは、あのこれを機会ね、あのその機会は増やしていきたいなと思ってるんですけども、ぜひね、こう生の音に触れにコンサートに足を運んでいただきたいなっていうのは本当の気持ちですので、はい、ね、まああのそうそうそうで、なんだっけ、そう、そういうことをやらせていただいて、うん、っていう活動のね1年だったので、まあそれでそのYouTube 見ましたよっていう方と直接ね、こうお話をできたりとかっていう機会が、たくさんあったので今年はね、はい、うん、なのでとっても嬉しいですよね。ね、うん、あの、あ、一応コメントを読ませていただきましょうかね、はい、あ、こんばんは、こんばんはと、もう本当にこう、このあた、あの、ありがとうございます、ありがたいんですよ、です、ね、うん、聞こえてますかね、サウンドチェックまでしてくれるんですよ皆さんね、本当にありがたいです決まそっか、これは11回ってことですよね。11回目。うん、11回目。すごい。うん。です。あ、今夜はお部屋も素敵な雰囲気ですね、ということです。ありがとうございます。一応ね、クリスマスに間に合ったので、そうですね、はい、こういう素敵なお部屋を借りて、配信させていただいております。あ、パチパチいただいてありがとうございます。あ、こんばんは。あ、安赤ワインを飲みながらゆるく見てます。どうぞゆるく。そうですね、それは我々も飲み始めるかもしれませんけどね。本当は飲みたいですけどね。お茶は飲んでます。すいません。あ、岡本さん、小暮さんの演奏を自宅で聴けるなんて幸せです。ありがとうございます。そうね、自宅で聴ける。聞いてほしいなって思うから配信もするので、まあ、さっきとちょっと矛盾してるようで、でも僕の気持ちはどっちもあるんですね。ステージ上ではこんなことできないですもん、ね。そうなんだよね、お茶飲みながら。何お茶飲んでんだよ。いやでもそうね、なんか話するとあれだよね。あ、てか、ヒート君ももうだって20分ぐらいなんで、結構ね、今日だって。そうね。引いとこっか、一応引いとこっか。あ、でか、じゃあこの今日ね、そのせっかくあの、YouTube で配信ということで、ぜひあの私こういうのを月一でやらせていただいてまして、はい、来年もあのやらせていただく予定ですので、ぜひぜひね、あのここら辺かな、チャンネル登録をしていただくとですね、あの僕がライブ配信してるとあの画面出てきますので、ね、あのぜひそちらをチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。そして、岡本さんもあのライブ配信じゃない、あの YouTube でね、あの動画を配信されてまして、で、ね、概要欄の一番上のところに岡本さんの YouTube チャンネルの、リンクを貼らせていただいてますんで、こちらをねポチッとぜひ皆さん押してください。押しました？押してください。押して。そう、そうするともうね、拓也の素敵な演奏がね、あのアップされるごとに届くというね。ぜひよろしくお願いします。ね、僕はあの配信とかもう喋りがもうからっきしダメなんで、いやいやいや、あの演奏だけ、今のところ演奏だけではあるんですけど、まあなんか今後やるかもしれないですけどね、わかんないですけど。いいよね。小暮さんにはかなわないです。いやいや、な勘弁してくれよ。まあということで、じゃあ、2曲目いきましょう。はい。はい。同じ作品の中からですね、4番目そうですね、ですね、ナンバー4、はい、
ちょっとビブラート多めにしてみました。プニンってさせてみました。やっぱいいっすよねソルね。なんだかんだでやっぱこう原点ですよね。原点でありやっぱ最強だなって思う。なんかあれだよね、やっぱりギターがよく響くし、はい、まあその何ですか、左手とかはそのまあ簡単まあそうね、あの分かりやすいんだけれども、でもすごくやっぱ音楽的に ね、あのなるし、すごくやっぱギター2台 の、 その使い方ってのもすごくねいいですよね。いいですね。なのでこれまあね、ぜひあのギターを弾きなられる方たくさんいらっしゃると思うんで、ね、お仲間を見つけて。そうですよね。うん、この曲もしかしてエチュードの次ぐらいにこうステップアップしたら弾けるような、うんうんうん、ちょっと手の届きやすいところにあるんじゃないかなと思います。合わせるのが楽しいですよね。うん、ちょっと難しいとこたまにありますけど、いや、はい、うん、ちょこちょ こ、 ちょこ あのあらっていう、なんか油断してた一筋縄で危ないっていうところあるよね。うん、そうですよ。だけどとてもね素敵な曲ですよ。そうですね。はい、ありがとうございます。あ、パチパチいただいております。あ、拝見、コメント拝見させていただきます。ここら辺かな。あ、ご無沙汰、生待ってるよ。あ、どうもどうも、 お久しぶりです。ありがとうございます。ぜひぜひそちらにもねお伺いさせていただきたいと思います。生音は最高ですねということでありがとうございます。ラコラヒさんいつもありがとうございます。あ、ベンベンベベンベンさんいつも見ていただいて、イエーイということで、ありがとうございます。あ、岡本さんの YouTube もいつも拝見してます。ああおう、ということでありがとうございます、ね。うん、ぜひぜひたくさんこれからもねあの動画いっぱい載っけていこうね。我々ないの、そうね、はい、結構まあでもなんか動画拓也もさ結構凝ってさ作るからさ、なんかこうそうですね、なんか気軽にポーンって感じではないですね。そうだよね、も、はい、うん、もちろんねやっぱクオリティにはこだわれてると思うんですけど、やっぱね、そうすると一本がねあのクオリティがやっぱしっかりしたものをあれね出したいと思うのでね、時間はかかっちゃうかもしれないですけど、やりましょうやりましょう。あ、お二人とも私は登録していますということでありがとうございます。あ、押しましたってありがとうございます。こんばんは、ニジス、楽しく拝聴しています。このソウルの曲は初めて聞きました。そうですかね。まあ、うん、僕もまあ、まあ、まあ、うん、そうね。うん、あんまりまあ商品なので、うん、まあそんなにこう惹かれない作品かもしれないですけど、まあでも。うん、有名な曲だと思います。とっても素敵にシンクロしていますということでありがとうございます。やっぱりそれはいいですよね。落ち着きますよね。やっぱ弾いてても落ち着くよね、やっぱり。そうですね、うん、なんか心が穏やかになるよね。よくなる安心感がありますね。だよね、パチパチいい空気ですね。いい天気って呼んじゃった今今日はいい天気でしたね。しかし僕今日ねここに来るまでに、ま、月を見てたんですけど、はい、なんかめっちゃでかかった月が。あ、うん、僕何なんだろう、かな6時くらい、昨日もなんかすごいオレンジででかかった。すごいよね、あれ何なのかな、あれ昨日だと思いますけど今日なのかなって、昨日か今日見ました、ね、そのクエスチョンマークをつけてやばくないまだ早くまだ早いです。昨日だったかな、昨日だった。何なんでしょうね、スーパームーンみたいな感じですかね、わかんないけど。でもね、このすごい、まあ満月じゃなかったんだけど、ちょっとだけ欠けてたけど、じゃあ昨日だ本当満月でした。すごいいい感じでしたよ。そうなんですね。まあね、でもまあちょっと今は変わってるかもしれないですけど、はい、やっぱねこの時期っていいですよね。そうですね、なんかこう寒いですけど、うん、空気が寒いなりに澄んで、そうですよ、感じですよね。我々は室内で暖かいところでギターを弾いて、はい、部活の後輩、先輩後輩感みたいでいいですね。先輩コメントをいただきましたけれども、先輩ですよ、そこは。本当に拓也君とはだってもう、まあね、前の配信ではね、なんか我々の出会いについて、ね、あ、はい、話させていただきましたけど、ね、何年、まだ高校生だってね、利用させていただいてから最初に会った時はね、高校生でした。そうだ、あの GLC 以来だもんね。そうですよね。そっか、でも僕もまだ大学生だったのか。大学3年って多分10、20歳ぐらいだったかな。そうね、16の年かな、17になる年ぐらいでしょ。僕もなんか、まあ、ここ4つ違うんですけど、なので12年、うん、そうね、12年か、はい、おお、そうですよ、そんなお付き合いなんです。まあそうね、意外とそんなもんなんだ。そっか、
まあそのうちだって拓也7年ぐらい留学してそうですね俺もまあ5年留学してたからまあそこら辺会ってないけどいやいやまあでも向こうで会ったりとかしてたまにしましたねなんかねうんそうそうでもまあ日本にいる時からよく遊んでましたよね遊んでいただいてお互い留学から帰ってきてもまだ遊ぶんかなうん、まあでも今日もすごいまあ配信ということでねギター真面目に弾いてますけど、はい、もうさっきまでね全然いつも通りのふざけた感じでしたけどもね、まあ、これただの準備が、ね、もう早い早いいやいやいやその配信のそうね準備はね大変だったですけど、まあ、準備してる間もいつも通りの我々の ね、 ね遊んでる感じでしたけ、ね、ありがとうございます。あソルのワルツ初めて聞きました。いいですね、それ楽しい曲ですね。ありがとうございます。あフランスでの先輩後輩というわけではないんです。ないですね、僕は、僕はフランスですけど彼は僕はウィーンです。ウィーンにオーストリアです、うん、留学されてたんで、はい、もうずっとウィーンにいらっしゃったの。そうですね、ウィーンの国立音大にいたので。そうだよね、基本的には6年間で卒業なんですけど僕は、ドイツ語で最初の1年つまずいたので結局7年間学校に通わせてもらってました、うんはい、なるほどなるほど。そっか、で行った年もタクの方が少し早いね。そうですね、2011年ですね、うん、そうだよね、はい、僕はもう2014年だったかな、うん、なのでもうヨーロッパでは大先輩、はい、そんなことないドイツ語ってまだ喋れます？ドイツ語喋れるつもりだったんですけど、うん、この間ふっとこう友達と電話した時に出てこないんですよ、ねうん、それ簡単な単語があれなんかあれすごい歯がよくなんかあります。あの言えそうなのにうーんっていうさ伝われこの思いみたいな感じですよね。本当にそれですよね。そうだよね、うん、でも日頃ドイツ語使う機会ってありますか最近？ないですね。あんまないよね日本いるとね、まあ、特に今は、はい、ごめん外国人のさ、はいはい、方も来ないしさ。そうですよね、ね、そう例えば東京国際とか東京での大きいコンクールが、うん毎年行われていると友達が参加しに来たりとかしてこう案内したりとかするんですけど、そうするとやっぱ外国語を使うんですけど、そうじゃないですかね今。うん、そうだよね。ああということでなんかまったりしてきたんで。そうですね。ねえなんかでもまあいいペースで進んでるね。そうですか。しかし。うん、もう2曲も弾いたし、はい、うん、そうです。なんかそういつものペースをそこまでごめんなさい、いやどんなもんでしたっけ、ね、いや、もうよくわかんない。会話曲、うん、もう適当適当もう雰囲気だけで本当に。いやいやいや、何話しようかね。なんかあ、コメントいただいてますね。月って下の方にあるとオレンジで大きいですよ。わ、そうなんですね。そうそう、下の方にあったんですよ。それがね、こうね、ちょうどね、都会のビル街とね、月が重なってね、すごいいい感じでしたね。あ、電車の中で聞いています。ありがとうございます。乗り過ごさないです。岡本さん使われてるギターについて教えてください。これは僕も気になります。あ、どうですか。あ、うん、そう、前回配信の時に違う秀夫さんかな。そうだよね、うん、ですけど、あの時は今日は、僕がもう昔から使っている2008年のアントニオ・マーリン・モンテロという楽器です。スペインの楽器ですね。で、彼が1回、まあ、ちょっと短い時間ですけどフランスのロベール・ブーシェっていうあの名器の制作家と一緒に作業したことがあったらしくて、この楽器はスペインの作家なんですけど、ブーシェの影響もすごく受けてるらしいです。はい、グラナダだっけ？グラナダですね。はい、すごい。でもさ、やっぱあの、ラベルもちょっとブーシェっぽくない？そうなんです、ね。なんか縦長で、まあそのデザインちょっとはっきりは覚えてないんですけど、あ、これあれかな。まあちょっとごめんなさい。あのピントがカメラ任せだから。こう目があるとね、あれだ。ピント。大丈夫です。すごくあの版画みたいな。そうだよね。うん、確かにそう。うん、そうだよね。今なんかちょっと気づいた。そうですね。うん。そうなんです。そういうとこまでこう影響を受けてるらしいです。隣で聞いてるとめっちゃいい音がするんですよ。ですか。僕は逆ですもん。うん、あの小暮さんの。いや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 。これはまあ僕いつも使わせていただいてる。直系ではないですけど遠いこう親戚みたいなもんですよね。まあそうなんかな、フランス。ブシェ。フレドリッシュ、うん、こうフレドリッシュ、うん、ルシュですよね。まあそうですね。ルシエ・アントニオ・マリンとか、まあ、もうなんか
どこも繋がってるんですかね。まあ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 、でもね、やっぱでもまあでも音色のそのなんていうのこう性格キャラクターはやっぱり、はい、うん、ちょっと違うかなっていうね。そうですよね。なんかフランスの楽器ではないですし、共通点はあると思うんだけど、やっぱ目指してる方向っていうのが少し違うな、そうですね、スカーンっていう感じでなる時もありますし、うん、そうですね、そうだよね。でもすごいなんか音の初速がすごいスパーンってなるのにそのサステインがしっかり残っててね、はい、それはすごいいいなっていう風に隣で聞いてたもんですよね。なんかそういうその初速が速いところはすごくスペインチックな発音なんだけれども、はい、その伸びがやっぱこうブーシェっぽいというか、あ、ちょっとまろやか、うん、いう感じなんですかね。ちなみにロベル・ブーシェっていうのはあの世界の名工でですね、もともとは画家のか、うん、だったんですけど、そうですよね、ギター作りをされるようになって、世界でだから150何本だっけ、154本目が作かなんか、ね、ぐらいしか存在しない、本当にもうクラシックギターのもう頂点に輝くような、本当に名器なんですけれども、ね、まあその系統という影響を受けているということですよね、はい、うん、という感じですね、うん、僕のはどっちかというとこう音の初速はねそんなにスパコーンって感じにはならないんですけど、逆にちょっとネバーってなるんだけど、 その分こうねいいバランスでこう後からこううーんってちゃんとこの音の膨らみがその芯よりもこう母音の方がこう聞こえてくるような、独特ですよね、うん、雰囲気なんですよね、うん、っていう感じですね、ですね、うん、ということでありがとうございます。そしたらもう一曲ぐらい弾きましょうか。はい。うん。ね、いや今日別に終わりの時間も何時にしてませんね。気にしてはない。はい。やれるだけやるし、嫌になったらすぐやめるっていう配信なので、もう皆さん振り回してごめんなさいって。年末大スペシャルみたいな感じのテンションにしたかったんですけど、うん、僕自身がそんなに。まだだって年末に、ね、いろいろやることあるでしょ、だってまだそうですね、あと10日くらいだけど、そうですよね、ね、まだまだ、そっか、まだ、うん、演奏もあると思いますし、あと大掃除終わりました皆さん、あ、ごめんなさいもうね、そう、嫌なことを思い出せちゃった。まあ大掃除、まあね、クリスマス前だからね、そうですね、大掃除まだね、まずはクリスマスね、そうですよ、クリスマスを存分に楽しんで、その同じ6曲6つのワルツの中から2、4とさっき弾いたんですけど、今度はじゃあ最後の6番を弾きます。はい、弾きましょう、はい、お願いします。いいかな、はい、お願いします。
あ、すごい、なんかあの、え、どんどん増えて、マジ、はい、137人。マジありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、ね、本当にもうお付き合いいただいてるんですよ、毎回。やっぱこう継続っていうのが僕すごいなって思うんですけど。いやね、本当にでも、おかげさまでなんですけども。そう、でもこう皆さんをね、あのお招きして、まあ、拓也くんがだから、4月、5月だったっけ、今年。そうでしたね、うん、はい、うん、あの出てくださって、あ、それもね、それは僕の、この YouTube のチャンネルの方からその時の配信はね、見れるようになってますんで、はい、もしあのご覧になってな、あのない方いらっしゃいましたら、あのその時の配信は見ることができますのでね、この配信が終わった後に見ていただければ嬉しいんですけど、はい、で、そうそう、そうやってこう、で、最初は徳永慎一郎さん、そうです、あ、うん、最初だったんですね、かな、あのゲストを呼びしたのは多分徳永くんが最初だったと思う。そうですね。うん、でその後岡本くんに、はい、そう来ていただいて、で6月だったあと井上健くんかな、はい、うん、まあ、大阪行って配信させてもらったりとか、はい、うん、っていう感じでこう毎回ね、こういろんな方に来ていただいて、でその方とこうデュオさせていただいたりとか、あとやっぱりでもそのね、あの仲のいいギタリストの方なんですけど、でもその方がどうやってこうギターを始めたとか、うん、あのまあ、例えば曲を弾くときにどういうふうに考えてるとか、普段どんな練習してるとかって、あんまり我々そんなに普段 ね付き合ってて、突っ込まないですよね、まあ、うん、フェスティバルとかで一緒に遊ぶこととかもあるけど、うん、そんなにそこまで ね聞いたりしないん で、なんか割とねそういう話をね、聞かせていただくのが本当に楽しみで、まあ、そういうのもあってすごく僕自身がね楽しませてもらってるんで、なんとかね続けさせていただいているんですよね。え、なんかね、いいよねそのうちなんかみんな大集合みたいな回あるんですか、ね、あ、本当そう、なんかみんな大集合、すごい出演者大集合みたいな、オールスターみたいな感じでもう歴代の方いや、もう本当にありがたいですよ、皆さんね心よく出てくださって、うん、で来年もぼちぼちこうゲストもちょっとお話が、うん、あ、そうですか、決まっておりまして、楽しみですね、うん、また来年、そうね、あのいつもね、でもこう申し訳ないのは告知がギリギリなんですそう、でも決まるのもギリギリな時があって、はいはい、まあ、なるはやではね告知してるんですけど、そう、告知がギリギリなのにこんなに見ていただける、本当ですよね、もう本当にすごいです、いやー、ありがとうございますっていうね、こういうなんか僕のこの喋り方あるじゃないですか、はい、これあの今日あのお昼にあのギタリストの鈴木大輔さんとちょっと演奏を、はいはい、がさせていただく機会がありまして、で、あ、ごめんなさい、大輔さん見てたらあれだけどずっとね、そうね、大輔さんにね、あのさ、ナイツの土屋に似てるよねってずっと言われながら、で僕がこう、マイクを持って喋るたんびにほら土屋みたいな感じで言われて、なんか、どうお笑い芸人そう、ナイツの土屋さんに、俺も大好きなんですけど、あのナイツの漫才、うん、なんかそんな感じで、だから今日はねちょっと喋っててね、今ね恥ずかしいんですよ、なんかそんな似てるかな、でもなんかね、はい、そうそう、よくね言われたりするんですけど、この話を前にねしたことがあったんだよね、うん、まあ配信の中でね、ですか、そう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 、よく喋ります、そう、でもたまにさ、よく喋ります、よく喋るってあのいい風に喋りますか何でも何でもですたまにだから携帯スクロールしてて、はい、でヤフーニュースとかにさ土屋さんの写真が貼って出てきたりするんじゃん、スクロールでこう動いてきたりするんじゃん、はい、一瞬なんか止まるよね、戻ってあ、俺じゃねえよ俺なわけはないんだけど、こうちょっと気になってて、ね、びっくりするっていう、挑みしてる、そうそうそう、そんな感じでございますけど、タクがコンサートの時で結構喋るよね、タクも。そうですね、なんかもうブロックごとに喋ったりしますね。曲間に、例えばこうやって曲間に、まあ、何、1曲ずつでこんなには喋んないけど、そうですね、喋るのって割と好きな方かな。そうですね、なんか喋っちゃうんだと思います、多分。でも毎曲ごととかじゃなくて、ちゃんともう前半に2回、いや、1回か。
いくらぐらいですかね、うん、そう、それぐらいがちょうどいいっすよ。小室さん毎曲を、いや毎曲はない、さすがに集中力切れるから。そうそう、うん、学章ごとに喋ったら面白いね。大聖堂1位終わってさ、飛んできそうです、続きましてみたいな感じ。えっ、おおおおおおおびっくりした。ありがとうございます。今日も浅草から来たよね、錦鯉で泣いた話が良かったということで、大輔鈴木さん、いつもありがとうございます。錦鯉って M1 の、そうそうそう、昨日、おとといか、錦鯉さんが優勝してたでしょ。 M1 グランプリ優勝したんですよ ね、いや、めっちゃ良かったですよ。大輔さん、でなん、皆さん、だって6000何十組のさ、何組か覚えてないけど、はい、の中からさ、去年僕見てて、うん、でまあ、去年は決勝残ってないのかな、うん、でも、まあ、ちょっと前で敗退しちゃったんですけど、錦鯉、ね、うん、錦鯉がね、うん、そうそうそう、だからね、その時すごいなんかね、好きになった、その時に敗退しちゃったんだけど。なんかうるうるしてません？いやいや、思い出すだけ。いやいやいや。それで今回ね出てきて、でだから知ってたから、あ、錦鯉出てきたと思って、はい、で予選っていうか、その決勝の3組に残る前のステージで、はい、もう見ててすごい面白くて、あ、どうかな、いけるかなとか言って、そしたら決勝残って、なんかめっちゃ嬉しくて、よし頑張れみたいな気持ちでいたんですけど、それで決勝で終わって、3組終わって、その審査員の発表で 5人中3票かな、もうちょっとあったかな、覚えないですけど、そう、結構な優位で優勝した時に泣いたよね。その50歳と43歳ぐらいかな、あのコンビ、若手コンビではないという、そう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 、でだから、そう、50歳で、なんか、そう、もう50歳なんですみたいなのが ネタの一つになってるんだけど、で、それで、すごいなって。すごいですね。もう、で、元気いっぱいなんだよね、その漫才、コントかな、漫才自体が。そう、だからそれで、なんかね、うるっときました。うるっときたところじゃないね。普通に泣いたね、あれは。うん、という感じで。いや、すごいですね、それは。なんか、お母さんのインタビューに出てましたね。あ、本当？なんてみたいな、それは見ました。いやいや、本当、もうなんかね、そう、速攻ツイッターも、あ、今までフォローしてなかったので、はい、もう2人ともフォローしてね。あ、してなかったんです。そう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 、してなかったんかい。ずっと落ちたんだ。そこはしてなかった。すいません、そこはにわかファンでごめんなさい。そうなんですけど、錦鯉。そうなんですね。いや、超超いいっすよ。関西、ごめんなさい、僕まだ知らなくて、関西。どっち、あ、わかんない、どっちなんだろうね。でも、うん。標準語だったとは思うけどな。うん、そう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 、そうなんですよ。いや、でも錦鯉ね、やっぱこう人がなんかね、明るそうに見えても、そういう陰で頑張ってる姿を見るっていうのは、実るっていうのはすごいですね。ちょっと頑張ろう。いいね。まとめてるね。まとめ、あ、今日ありがとうございます。これにして。なんかちょっとまとめ癖があるのかな。ありがとうございます。大輔さん見てくれてるから頑張んないと。はい。頭が今どっか行ってました。あ、はい。あ、お二人の CD 買いましたという方もいらっしゃって、ありがとうございます。そう、同じね、レーベルから今年、そうですね、あれ今年だね、出させていただきまして、マイスターミュージックさんから、たぶん何月あれ？ 4月、ね、4月に岡本くんは、ワンというアルバムを、はい、出されまして、僕は6月に、リブラソナティネという、ね、アルバムを出させていただきましたので、うん、ね、ぜひ調べてお求めいただければ嬉しいです。ありがとうございます。うん、もうすごいこんな時間だぜ。ああ、もうかれこれ1時間ぐらい経つんです。弾こうか、弾きましょうか。どうしようか。刻む方を弾いて、こっち戻らない。で、そしたら、こう、その暗号のやり取り。そう、ここで。小栗くんも7回目のチャレンジすごかった。え、ありがとうございます。そうですよね。ああ、7回目のチャレンジ、いやいやいや。頑張
り続けることが、またまとめましょうコンクールはね懐かしいっすよ、もうだって4年ぐらい前じゃない。すごいっすね。したいと思います。歌う？いや歌わないです。こんな回じゃない鼻歌、鼻歌で2人でやる多分あの視聴者ゼロ人いきます。お願いします、はい。かっこいい。いや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 ありがとうございます。ありがとうございます。ビートルズのペニーレンです。ねえ、この可愛いんですよね、アレンジが。うん、綺麗だったり可愛かったり。ビートルズの、ね、ブロウェルが編曲してるビートルズの二重奏が何曲？5曲？うん、うん、この楽譜そう出てるのはビートレリアの5曲ですね。他にはエリナ・リグビーとかシーズ・リービング・ホームだったっけ、はい、確かね。そう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 、そういうのがあったり。これもすごくね有名な。あ、ティケット・トゥ・ライドもあるのか。あ、うん、その5曲かなですね。はい、そうそう、有名な。やっぱギター弾いてるとなんだかんだこうビートルズを弾く機会っていうのはまあねあるんですけど。そうですね。でもやっぱこの編曲はね、その中でも特に素晴らしいなというふうに思いますよね。シャレッキも交えてね、すごいよね。コミカルの部分もありますしね。
動かし方とかですか？分かんない。それともこの指自体がもうごっついんで恥ずかしいからもう。もうショピアニスト、ショパンを弾くピアニスト。ショピアニストさん。いや左手綺麗ですね。ありがとうございます。どうだ肌のきめ細やかさ。きめ細やかさ。絶対これ以上近づけない。機材が、ね。ありがとうございます。あブラボーワインおかわりというところで僕もワイン飲みたいですけど、ね、まあ、やめときますやめときますっていうか ここにも置いてあるんですけど僕車だからそうですね、じゃあやめといてください。これあれなんですよね、最近知ったんですけどホットワイン、おこれ温めるだけでいいみたいです。このまんま温めるの？イケアに売ってました。これ何瓶のまんま湯煎したりとか、なんかこれを鍋入れて、あそういうこと、グツグツすると、ヨーロッパの市場で売ってるホットワインと、だからこれにもすでになんでシナモンとか、あれが、うん、言います持って帰ります。そうマジこれ気になる。これイケアの、イケアにあったんですよ、すごい。向こうにいるときやっぱウィーンもあれですか、このクリスマスのシーズンだとホットワインですね。ホットワイン飲むんだよね。寒いクリスマスマーケットでみんなでこうやってカップ持つんですけど、ね、もう一瞬で冷めますよ。寒いからね、話してるうちに冷たいように向こうのね、寒いって ね、まあ、そうですね、我々関東に住んでるとなかなか経験しない、マイナス十何度とか、そうですよ、ね、余裕で来るからね、寒波来ると、うん、なので手がガチガチに、ね、場合じゃないですね、本当だよね、なんかすぐ飲まないとみたいな。僕の住んでたストラスブールっていう町は、はい、すごくクリスマスマーケットが可愛いって言って有名で、一時期こうヤフーニュースとかでも、はい、クリスマスマーケットで行きたいヨーロッパの街ナンバーワンみたいな、へストラスブールみたいな、うん、そうそうそう。でフランスももちろんね、呼び方はヴァンショーかな、はい、ホットワインって言うんですけど、ヴァンショーをね、こうシナモンとかその何オレンジの、ね、皮とか入れたのをこう似てあるのが、で街中にこう出店がね本当にずらーってもうお祭り縁日みたいな感じでね、うん、ずらーって並んでて、そこで買って、でそれぞれねやっぱさお店の特徴があるじゃん味に、そうですね、そうそう、それで何杯も飲んで一番うまいところを見つけるというのをよくやってましたね。そう、なんか八角とかも入ってるんですよね。そうそうそう、スパイス系も入ってて体が温まるんですよね。そうなんだよね、うん、スパイス系がだからちょっとなんかこうピリッとするような感じなんだよね。うん、難しい生姜系みたいな、はい、わかんないけど、そうそう入ってるんですよね。でもなんかあれですよね、普通の赤ワインとそのもうなんかそれをさえ揃えれば日本でも普通にできるらしいんで、うん、そうだね、うん、なんかぜひお試しあれですよ、ね、ぜひぜひぜひ、チューニングしているみたいなピアニストみたい、ありがとうございます。あそういうこと、あこっち、あすごい指が長い、そんなそんな、ピアニストみたいで、僕昔一応ね、はい、ヤマハ音楽教室でピアノやってたんですけど、そうなんですか、もう全然弾けない、そうなんですか、ね、そうそうそう、一応だから元ピアノやってました組なんですけど、そうそうそう、それはタクヤピアノ弾ける、僕副科で大学でやってたぐらいなんですけど、ね、弾けるうちに入んないです。でもどういうのやるの、入試で使う、入試では使わなかったですね。うん、その副科の卒業、副科を得るために試験はやったんですけど、うん、そういうとこでは僕がじゃあせっかくだやるんだから先生にこれ聞きたいんですっつって、カプースチン、うん、ロシアのジャズ系のピアニストの曲、うん、ジャズ系っていうかクラシックの人だけどもジャズ風、そうです、ね、テイストみたいな感じで、うん、の、一番簡単なエチュード、あプレリュードか、うん、持ってて、それを頑張って一緒に仕上げてもらいました。それが弾けるぐらいでは、あとはもう一発屋ですね。一発屋他は弾けない。ああ、そうか、そうか。いや、でも他の楽器とかは、あれですか、挑戦してます、今。それこそ、ね、小暮さんはもう今マジでやってますけど、僕もそれも別の副科でリュートとかやりました。そうだよね、リュートかね。最近だって動画上げてんのはさ、このモダンギターじゃなくて、19世紀とかでも。そうですね。コンサートもやったりしてるよね。やってます、最近では。はい、でなんか前半例えば19世紀ギター、後半モダンギターとかにすると結構、ね、面白かったりします、うん、いいよね、はい、いや19世紀ギターの響きってまたね、そのモダンと違ってすごく、まあ、柔らかい感じがしたり、ね、軽い感じがしたりね、ふんわりした感じの音ですけど、小暮さんやんないですか、持ち替えて、うん、まだ19世紀ギターはね、そうやってはないんだけど、テオルボとギター、あテ
ヨルボとギター違いすぎますね。違いすぎるね。同じコンサートで弾くにはちょっともう勇気がいりすぎる。でもね、前回、一度それをね、先月やらせていただいたんですよ。先月ね、まあ、あるところでこう若い子、はい、まあ、10代までの子のが集まってこう、もう恐縮ながら僕がレッスンさせていただいてっていうレッスン会を企画していただいて、で、ね、拓也も同じ、ね、はい、あの企画 で、ずっと、ね、前にやられてましたけども、そうそう、そういう機会があったの でこうせっかくね、そういう若い子たちがいらっしゃる機会なのでってことで、うん、小暮さん、手ヨルボ弾かれるんだったら弾いてくれませんかっていうふうにおっしゃっていただいて、で、あ、頑張って練習しますって言ってそれを機会にですねまあ、そういう機会がないなかなかね、僕も、ね、真面目にこう練習するのもね、なかなかこうギターから離れられないんでね、そうそうそう、だからそういう機会に弾かせていただいて、でその時はね、その手ヨルボも弾かせていただいて、まあ、あの有名なね、ロベルト・ヴィゼの、うん、僕も CD にも入れてありますけども、そうそう、そう、それをやらせていただいたのと、で、あとちょうどね、そのコンサートの中で、生徒さんたちが持ってるあの楽器も聴き比べっていう感じで、はい、で、もちろん私のこの楽器も計だから7本とかあったのかな、セルブ含めて、うん、それを一つのコンサートで聴いていただくというね、すごい企画で、なんかいつものコンサートの3倍ぐらい疲れたいや、なんかこれやっぱり楽器によって、まあこれね、この配信だとよく話してるんですけど、楽器によってやっぱこっちの弾き方とか聞こえ方とかが違ってくるから、どうやって弾こうみたいなのって、もうその時のその瞬間にさ、やっぱこっちも変わるじゃない、響きによって瞬時にアジャストしないといけないっていう、うん、なんか無意識のうちにやってるとこも あるから、そうそう、音量一つにしても音色にしても、そう、それがだから、そう、なんていうんですか、もうフルスロットルでもうねずっともうエンジンを全開で弾かせてもらってましたけれども、そうそう、そういう企画をさせていただいたりということで、まあ、テオルボは今月ちょうどあの京都の方で、演奏会させていただいたり、うん、あとはね、あのこの配信でもお話宣伝させていただいてた、現代サーカスとお能と古楽っていうコラボレーションの企画が、つい先週かな、先週末、今日21日、うん、先週末か、10、11、12かな、高松の、高松城跡、まあ、あの高松駅からすぐなんですけど、うん、でそこで弾かせていただいたんですけど、うん、で、あのアルマンドとかって、そのいわゆるバロックダンスってあるじゃん、二拍子、はい、で、ああいうのと、あのお能のそのステップ、あっちも2拍子系だったりするみたいな、2とか4とか8とかいろいろあるみたいなんですけど、そのステップはだからそれが合うんじゃないかみたいな感じで、もちろんまあお互いこう、なんていうの、すり合わせるとこはしっかり入念にやるんだけれども、でもそのアルマンドでおのおのステップというかさ、すごいですねみたいな、舞だよね、うん、その舞をやっていただいたりとかっていうことをね、経験させてもらって、なかなかこう、あの斬新ですごくね、お互いのこう魅力を引き出していただいたあの企画だったんで、すごく面白かったです。面白いです、ね、地元のニュースとかにもね、再演とかあるんですか。いや、今回の企画は多分もうそれで、うん、もう一回、一回限りのでお楽しみいただいたと思うんですけど、そうそう、うん、そうそうそう、なんかね、そういう共通点ってあるよねっていう風な話をちょうどして、うん、で発祥のその時代とかはいろいろ似通ってるんですよ、はい、だからその向こうの方も、日本でこういうことをやってた時にヨーロッパでなんか同じようなそういうのがあるのっていうのはすごく新鮮ですね、興味深いですねっていうのがあって、うん、まあ、どうつながってるかっていうのはね、そのあの僕はまだ調べないとね、分かんないかもしれないんですが、うん、だからそういうのがあるね、あるっていうのがすごい面白いなっていうことで、うん、そう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 、やらせていただいたりしたんですよ。あ、スーパーチャットいただいてます。キキ林さん、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。いつも見ていただいてありがとうございます。カプースチン簡単ではないですよ。俺もそう思う。カプースチン あのエチュードの中の一番もうゆっくりのやつですね。何番目ぐらいのやつ？あの4番とか、ね、あブンダラブラン
ダン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 ってやつ。へえ。その時の録音とかないですか？確か遊びでなんか熊谷さんとかが動画で撮ってるあ、ほんと。ピアノ弾くとき爪が邪魔ですよねって、まあ、確かにカツカツ言うよね、やっぱりね。そうですね、はい。うん、なので。なんかもうパーカッションみたいになってますよね。弾くだけなんか。そうね。あ、その説はお世話になりましたということで、ありがとうございます。ということで、こっち行こうか。はい、よし。弾きます。皆さん、あのグッドボタン押してね。グッドボタンぜひぜひ押してください。フール・オン・ザ・ヒル、先ほどのブローウェルの、曲集の中からフール・オン・ザ・ヒルを演奏したいと思います。コメント見てたすごいですよね、一人で何人分の仕事やってんだろう。いやいやいや、でもね、こんなの面白いですよ、やっぱり。すごいです。もう多分3つ以上のこと同時にできない。これでも、え、連打します。いいねボタン連打すると多分、あ、本当に、あの取り消される。多分取り消しになる。そうです。だから奇数回押していただけると。そうですね。Thank you.
局ですよね。どっちが先に消さないで我慢できるか大会みたいな。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。こんな感じでです ね、 今年も終わります。そうです。まずはクリスマスです。そうです。なんかいいよね。いや、なんかクリスマスってなんか、僕 とある、高校生とはしゃべる機会があって、良いクリスマスをねって何気なく言ったんですよ、今年はあの最後なんで、でしたら、ふざけんじゃないっすよつって、なんか彼女いないっすよみたいな感じで言われて、いやいや、そうじゃなくて、家族、なんか結構ヨーロッパだとクリスマスっていうのが大晦日より大事で、クリスマスは家族と一緒に過ごすみたいな時間なんですよね。そうそうそう、なんか日本だと年末年始のさ、 お正月のその、一品にさ、初詣とかに行くときに家族が集まったりとかっていう機会だけど、それがなんか向こうだとクリスマスで、そうですね、それみんなね、家族とか親戚とかが集まるっていう風な、ことが多いんじゃないかなっていう風に思いますね。クリスマスはだってもう絶対だって皆さん、ね、その仕事を絶対しないようにしてるよね。そうですね。絶対に開けるようにそうしてるし。そういう感じですよね。そう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 、だから、ね、どっちも集まれたらいいですよね。まあね。24から1日までずっとみたいな。そうですよね。家族と。そうね。今年はどうですか、年末年始とか何か予定あったりするんですか。そうですね、何かあったっけな、何かちょっと来年の仕込みとかを。そうだよね。ちょっと自分もこう来年何か大きなコンサートやるときとかに、やっぱ今までのレパートリーじゃなくてちょっと新しいものとか思うときに、こういう時間を使ってやりたいなとか思うんですけど、できるかな。はい、あ、スーパーチャットいただいてます。ありがとうございます。新人4483パチパチパチということでありがとうございま す。いやいやいや、そう、来年はなんかあれですか、決まってる演奏会とかはまだ公開していいのがありますか。ホームページがあるんですけど、ホームページに載せているのがありますが、概要欄入れたかな、入れてるかな、岡本タッグ、あったあったあった、下の方っていうか、チャンネル登録ぐーぐーぐーっと来て、岡本さんのリンクのところに公式ホームページ入れてあります。ありがとうございます。いえいえ、ぜひこちらから。コンサートってあるんですけど、まだちょっとホールとかの関係で公にできない情報とかはいっぱいあって、なので日々見ていただくと、ちょっとずつ情報がまた増えると思うので、ぜひね、よろしくお願いします。チェックしていただきたいと思いますけれども、ありがとうございます。私の方はですね、まだずっと先なんですけれども、僕は今日これアナウンスするのが自分では初めてなんですが、はい、来年の11月に、B2C というですね、オペラシティさんの企画で、いろんな楽器の若手の方が、コンサートをされるシリーズがあるんですけれども、そちらに11月に出させていただくことになりまして、すごいことです。気合を入れてですね、プログラムを今いろいろと、もう実はできてはいるんですけど、もちろん、これから、やっていこうと思っているところで、そして、新作の移植なんかも、ある方にお願いして、これは曲名、多分プログラムは出てるのかな、ちょっと分かんないですが、まだ言えないですけど、テーマをね持って、一つコンサートをさせていただくと。で、 B2C というのがですね、バッハ・トゥ・コンテンポラリーということで、昔の音楽から、今の音楽、コンテンポラリー現代曲までを、弾くというシリーズでですね、そういったことで、新作の移植なんかもやっていきたいなと思って。11月の、ね、22だったと思うんですけど、火曜日のね、火曜日の、夜なんですよね。覚えやすいですね、22です。はい、はい、11月22日にオペラシティで、やらせていただけますので、初台ですね、はい、ぜひぜひお越しいただけましたらと思います。そしたら喋り足りないことがあれば、そう、僕ツイッターで、もみの木のギターも出ますみたいな感じで言っちゃって、これ出さないわけにはいかないと思うんですけど。もみの木のギター。そうなんですよ。私がちょっとドイツのコンクールをすごいね、それいただいた時に、ちょっとそれ、なんかあれ、そうなんですよ、これ表面板がもみの木でできています。なかなか普段、皆さん
弾かれるとか見るギターっていうのは、私のマツ、ドイツマツって言われるものが表に使われている、うん、そうです、小暮さんもそうですね、うん、でもうあるいは杉、マツか杉なんですけど、これはもう本当に珍しくモミの木で作ったっつって、これが優勝の副賞だったんですよ。すごいね。で裏横はなんかこういう本当に可愛いくるみのなんか模様みたいな、なんかくるみなのかなっつって、うんうんうん、はい、あでもすごいね、可愛い模様だ ね、 そうですね。ドイツのマリオグロップさんという人、すごい、ドイツなんですか。じゃあ弾いていただきましょう。こちらでクリスマスソング、ええちょっと出してみ、あ、うん、せっかくなんでちょっとね、あ、ちょっと待ってね、クリスマス。まあ、ありがとうございます。あの質で言うと硬いらしいです、うん、すごく硬いらしいんですよ。そうだね、なので、うん、まあ、引き込めばっていう感じなんでしょうけど、私はちょっとまだ音は引き出しきれてないかなと思うんですけど、あ、面白い、ね、ボディも小ぶりで、とても思い出のギターですね、うんうん、なんか引き込んだらやっぱもっと音良くなるんだろうね。柔らかくなればいいんですけど、うん、いやでもモミの木、これあの偽物のツリーなんで、あのこちらにあのモミの木です本物がありがとうございます。ありがとうございます。すごい貴重な、今のはメンデルスゾーン の、 あ、 のあれですよね、成果というか、あのなんて言うんでしょう、これ、これ自分でアレンジしたんですか。リララ、はい、お、雨には栄えっていう曲で、日本では、全然こう音質がもう隣に聞、ね、うん、聞いてると鳴り方がね全然違うんで面白いですね。そうですね、うん、そうか、え、あ、あ、さえねこさん、おっと、あ、ありがとうございます。さえねこさん、素敵なクリスマスをいつもありがとうございますということで、ありがとうございます。スーパーチャットいただきました。ね、素敵なクリスマスを、皆さん ね、 ね、素敵なクリスマスをお過ごしいただければと思います。あ、B2C 楽しみにしていますということで、あ、B2C 行きたいです。ありがとうございます。頑張ります。ね、すごいですからね、あれは。あ、ん？言っていいんですかね、あの2月にはどこ。あ、うん、そうそう、宣伝宣伝しよう、勝手に宣伝しよう。2月12日かな、2月12日。本当？あの、ちょっと徳永慎一。そうそうそう、徳永さん。勝手に今日彼本番 やそうです、ね、やってるから、確か仙台か、今多分見てはないと思いますんで、勝手に宣伝しましょう。代わりに同じ B2C に2月には徳永さん11月には小暮さん、これなかなか立て続けにはないと思うので、ギターそうだよね、2月15日じゃないですか、火曜日じゃない、15だ、うん、徳永慎一郎くんの B2C は2月15日の火曜日ですからですね、うん、これも要チェック。そうですよ、小暮さんは11221122と、はい、ぜひぜひ東京いらしていただいて、コンサートをお楽しみいただければと思います、はい、ね、その頃までにはね、今よりもっと落ち着いてるといいよね。そうですね、うん、本当にそう思います。そしたら、これを弾いておしまいにしますか。はい、これちょっとじゃあ説明っていうか、これブラジルのギタリスト兼作曲家のセルソ マシャドっていう人、マシャド、うん、が書いたんですけど、シャランガドボボという曲で、これはおじいちゃんのボロボロの車という意味らしいです。お、言えた。なんでコンサートであれでしたよね、ヨボヨボのおじいちゃんみたいな。違う違う違う、ヨボヨボの車か。
そう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 、おじいちゃんに引っ張られすぎてヨボヨボの車って言ったんだけど、誰もヨボヨボっていうワードは使ってなかった。全然話聞いてなかった。おじいちゃんのボロボロの車、ごめんごめん、車がボロボロなの。おじいちゃんは元気。おじいちゃんは元気です。これはあのショーロっていうブラジルの、ね、音楽を元にして作られてるんですね。それをさ言った後に弾いてる時にめっちゃ思い出したよね。そうでしょ、プッとか何がしない。そうそうそう、聞いてくださってる方で後から話したら、もう最後ヨボヨボしか頭に思い浮かんでませんでしたというくらい申し訳ねえと思いながら。でした。ボロボロの車感出てたかな。プスプス言いながら走ってプスプス言いながら、ね、ありがとうございました。というわけでですね、終わります。はい、本当にありがとうございました。本当に、ありがとうございます。ということでですね、今年のこの気ままにクラシックギターライブシリーズはですね、はい、この岡本拓也さんとのデュオを持ちまして、そっか、一旦閉店ガラガラなんですが、また、はい、新年に、ギターを持って現れますので、はい、浅草から来ますので、浅草じゃなくて、来ますので、ね、ぜひぜひ、今後とも、応援をお願いさせていただきまして、岡本くんのね、はい、YouTube のチャンネルもぜひ登録をしていただきまして、ご覧ください。またね、良いお年を、そうですね、お過ごしください。まだちょっとクリスマス前だから、まずはメリークリスマス、メリークリスマス、良いお年をお過ごしいただければと思います。あ、コメントをいただいてるので、もうちょっとなんか話す、はい、ね、じゃあこれを皆さんに読んでから、そうだね、皆さんの拝見してからおしまいにしたいと思いますけれども。ありがとうございます。
あ、B2C、お母様の誕生日ですということで、あ、ぜひぜひありがとうございます。ね、お越しいただければ嬉しいです。楽しい曲ですね。ブラボー。今夜も素敵な時間をありがとうございましたということで、こちらこそ本当にありがとうございます。ね、これからも頑張っていきましょう。またタクヤちょっと一緒にやろうね。あ、ぜひ。ぜひぜひ遊んでください。ぜひよろしくお願いします。うん、お願いします。タクヤの方でも配信やったらいいのに。そうですね。ね、僕テスト的に自分だけでやったことあるんですけど、ね、うん、パニックになって、やばい、今この家にいるのになんか世界中で見れるんだ、パニックみたいになって、もうなんか1時間バッハ弾き続けて、同じフレーズをずっと弾き続けて、ね、そうそうそう、皆さんのコメントを回収する間もなく終えるっていう。あれ1時間本当にずっと本当に弾いてたんだよね、あれ。どう、録画じゃないよね。そうですね、あれ録画してたのかな。あ、そうか、結局ちゃんと出したやつは録画してた。あ、ちゃんと出してる、ね、まあ、それはちょっともう消したんですけど。あ、とにかくあれですね、ちゃんと配信とかもねやりたいなとは。いや、まあ、皆さんが楽しめる内容であれば、そういや、ぜひね、やっぱりもう生のコンサートに来ていただかないと、ね、はい、それの前出しというか、ぜひぜひ、はい、興味を持っていただいた方は、そうですね、岡本くんのコンサートに足を運んでいただければ嬉しいです。直近のコンサートの情報とかって、です、うん、ごめんね急に。いえ、まあ、1月2月3月はまだ公開できてない情報なんですが、うんうんうん、例えば、あ、1月今できるものであると1月23と28に NHK FM のリサイタルパッシオという、うん、金子ミュージシャンがパーソナリティをやってるクラシック番組の再放送があったりします。うんうんうん、と3月1月23日と23日と1月28日、これはもうホームページに戻ってたりする。あと、そう、3月19日に野の青山って表参道のところで、うんうんうん、スティーブ・ライヒっていう現代音楽家の作曲家のミニマルミュージックっていう、同じフレーズを何回もずっと繰り返すんですけど、かっこいい曲があるんですね。エレクトリックカウンターポイントっていうの、うんうん、エレキギターでやったりします。3月、はい、19日おとかいろいろ公開してますの です、ね、うん、ぜひホームページから、はい、よろしくチェックしていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。僕も宣伝していいですか。僕はあさって弾きます。東京で都内で弾いてま す、ね、うん、これ、まあ、配信で何度か宣伝すでにさせていただいてるんですけど、富川雅智さんのトミーの部屋っていうね、企画に出させていただいて、あさってかな、12月23日、あさって、18時半の開演になってます。これエムズカンティーナさんでね、世田谷区の方だったかな、ぜひぜひお越しいただければ嬉しいです。そうね、私のホームページの問い合わせフォーム宛てにご連絡をいただければお席ご用意できると思いますので、ぜひぜひ、最後にね、これが見納めじゃなくって、ぜひ生で聞きたいなと思ってくださった方はお越しいただけると嬉しいです。ありがとうございます。といった、あ、岡本拓也さんをヤフーで調べたいと思います。ありがとうございます。ギターって入れてください。違う、あ、そういうこと。あ、岡本拓也さんをやそうそう、あ、これね、ギターって入れないと。同い年の同じ感じの湘南ベルマーレのキャプテンの岡本拓也って言うんですけど、この間インスタグラムフォローしたら、彼知り合いしかフォローしてないんですけど、うん、フォロー返ししてくれました。同性同名。何を喜んでんだって、ね。同性同名。岡本拓也さん、ありがとう。ギターって入れてください。そうです。これはでも、これヤホーで調べたいと思います。だからこれはナイツのネタ、これはナイツのやられた。そういうこと、そういうことっていうネタです。そうなんですね。ありがとうございます。では、こんなところで、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。無限ループを見ていただいてたみたいですね。ありがとうございます。宮崎さん、配信とても嬉しいですということで、また、やっていきましょう。ホームページチェックしますということで、では、本日も、本日はこれアーカイブ残さないですからね。あ、でも何日間かちょっと残して。本当、はい、うん、どちらでもまあね、ちょっとだけ残していきましょうか。はい、
ね、もうちょっと見直したい方は、まあね、1日2日ぐらいはもしかしたら残ってるかもしれませんので、はい、はい、ぜひぜひ見返していただいて、また来年もどうぞよろしくお願いいたします。今年もありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ということで配信はおしまいにしたいと思います。はい、改めまして岡本拓也さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではじゃあカメラに向かって、メリークリスマスじゃないけど良いクリスマスをかなということで、バイバイしましょう。ということで、はい、ありがとうございます。では皆さん良いクリスマスをお過ごしください。さよなら。失礼します。